政府の観光促進策 GoTo トラベルキャンペーンの対象に来月1日から追加される東京発着の旅行について今日正午から予約が始まりました。熱海のホテルにも早速予約が入りました。東京の追加を受けて都内の旅行代理店では正午からの受付開始に向けた準備が進められました。プロジェクトチームの人数を増やすなどして東京が対象地域に追加することに期待を寄せています。弊社の中でだいたい5割から6割ぐらい申し込みを占めてましたので新たにまあやっとスタートするかなという気持ちです。この会社ではこれまでのおよそ2倍の予約を見込んでいるということです。例年関東からの宿泊客が全体の8割という観光地熱海のホテルです。正午を過ぎました。東京都の方が GoTo の予約ができます。すいません、はい、今何件ぐらいの予約って入りました？12時過ぎてから東京の方がすでに4件12名様の予約が流れてきております。おそらく皆さんこの12時のタイミングを狙ってご予約されてるんじゃないかなと思います。熱海駅近くにあるホテルでは予約開始の正午を過ぎると東京都民からの予約が次々と入りました。やはりここまで東京が目立つような予約はなかなかないですね。集中的に流れてきてます。結局1時間足らずで9組およそ25人が予約しました。10月1日に向けてですね、まず東京の方が多く来ていただけるということで経済的に大きな期待を持つ一方でやはり感染予防感染対策をなお一層引き締めてやってこの熱海の地に安心安全で訪れていただけるようにお客様に安心な環境を整えていきたいと思ってます。GoTo トラベルに東京が追加されることで、県内の観光地には一筋の光が差しそうです。